最低。おらへんやろお前。何こんなあります。あ、ここに落書き者逮捕されます。いやでもこれ工事ポスターじゃない。あ、でもポスター。これはあの指名手配です。犯罪者がこんなところに。これあれにそっくりよね、あのテント前にあるさ、踏んでくださいの。あ、いいですね。全然立ったらいいんじゃないかな。見れてますでしょうか。今向かってますね。7時に集合して今歩いてるんですけど、結構ね遠いんですよ、この花椒駅から。とりあえずもうすぐです。どうですかね、この話を。もう立ってますかね。行ったらどんな感じでしょうかね。真相は内部自爆の危険性を理解していません。この花区で放射性瓦礫が燃やされます。放射性物質の焼却は大変危険です。あ、またいた。何このポスターの多さ、すごくないですか。すいません、歩いてるんで映像がブレブレで、今日もタイムラインが見れそうにありません。おお、いる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 。ああ、あの人ね、不当逮捕の時に、ずっと不当逮捕の時に中におった人や。どうも、私も相模目がひどくなってる。Thank you.
超バリケードですね。秋田の昔の天満所の初期の頃みたいなバリケードですね。そのうち天満所鉄柵になりましたけど、ここにいる、ここにまだいるんかな、いるんですかね、本当に。じゃあ声聞こえますね。あ、ごめんなさい。柵があるのに出てきたんでしょう。まあな、この前ここを通ってきてましたんじゃないですか。ねえ、お前は国道で行ったんですか。相変わらず通ってます。認証制でございます。どんどん増えてますが、9人になりました。現在この花見山頂前から生中継をしております。今僕の画面に映しているマスクをして一番下の回転とかが今回の逮捕された一人お見合いみたいになった、お見合いみたいになってる。両方で取り合いっこですよ。こんにちは。お互い取り合いっこですよ。カメラ同じ、同じカメラかな、同じカメラですかね。ソニーのめ、いいやつかな。仲間を返せ、仲間を返せ、いいですね、税金で仲間を返せ、税金で機材も調達できていいですね。仲間を返せ、あんまり彼らに付き合ってると疲れますので適当に抜きながらやりましょう。 OK。覗くぐらいなら開ければいいじゃん。閉めてるんなら覗かないでいいんじゃないですか。人によるっちゃよるんですけども、あのひったくりの犯人より極悪な目つきしてる人、僕10人はくだらないぐらいは知ってます。でやっぱ怖いのは、ひったくり犯はひったくられた後、多分こういう警察署に届けてて、なんかもっと強いやつがいてくれるんだなという、まあ、そっぱちなんですけども、そういう感じで見てたんですけど、このところ続いてる不当逮捕、転び工房からの警察の横暴なやり方を見て、またあの過去の大阪府警の横暴な様子を見てるとですね、まあ、なるほどと、自分より強い者がいないと考えている、警察というのは、どれほど横暴なことをするのかというふうに思います。というふうに思います。はいはい。寒いのでちょっとピースフルにコールしましょう。ピースフルに。仲間を返せ、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 仲間を返せ。
けていかんけアホ。何でもなんか警察に向かって言ってましたよ。応援してくれる市民の方が何か叫んでくれる。警察に向かって今言ってましたよ。この花警察署の人々は何の罪もない人を、暴力的に連れ去って今現在拉致しております。拉致監禁やめてください。憲法違反はやめてください。この花区で瓦礫焼却をやめさせるように訴えてた人をこの花署は無理やり逮捕しました。どう逮捕してます。何の罪も犯してない人を狙い撃ちで逮捕していきました。警察署の横暴に対してこのところ抗議をしたりしていた一般市民を何ていうのか、自分たちに都合の悪い人を言いつけて逮捕していきました。大阪府警、自分の身内が女の子を襲っても全然罪にも問わない大阪府警は、自分たちに抗議をする都合の悪い市民は罪に陥れて逮捕してしまうんだそうです。子供を守ろうと声を上げてた人を逮捕しました。皆さん危険な瓦礫焼却をやめない橋本を逮捕しないのに、やめてと訴える市民を逮捕しました。この花区で放射性瓦礫が周知が、もうすぐ焼却されることを隠しながら無理やり焼却しようとしています。子どもやお年寄りや弱った人は大変危険です。放射性物質の焼却は世界的にも危険だと言われています。子どもを守ってくれという訴えに市も警察署も全く耳を貸さず、この花区での瓦礫焼却を止めようとした市民を不当逮捕しました。警察の大量動員による妨害に強く抗議しました。大阪府警に私たち抗議をしています。瓦礫の焼却は大変危険です。瓦礫焼却は本当に危険なんです。大阪府警サポーターの方も来てますので、この警察の波を仲間を返してください。仲間を返せ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 。放射性物質を焼却する人を逮捕してください。危険だという訴えを無視して放射性物質を拡散する人を逮捕してください。子供を守ってくれという人を逮捕するのはやめてください。橋本の味方ばかりするのはやめてください。子どもの命を守ってください。警察は子どもを守ろうと声を上げた市民を返してください。私たちは焼却反対を続けます。あなた方の妨害には決して屈することはありません。ありません。この花区で焼却、瓦礫を焼却する人を逮捕してください。あなた方は私たちが恐怖だと思っているかもしれない。でも最終的には全ての人が私たちの味方になります。瓦礫で苦しんでるんじゃありません。
みんな放射能で苦しんでるんです。福島からも東北からも関東からも瓦礫から逃げてるんじゃありません。関東には瓦礫はありません。関東の人は放射能から逃げているんです。たくさんの人が病気になって逃げてきています。有名人だってどんどん死んでいます。お年寄りや子供や体弱った人から先に死んでいくんです。私たちは屈しません。命を守るためにお茶道の危険性を訴え続けます。私たちよりもたくさん被爆している東日本の人たちを助けるために、瓦礫の焼却は大変危険です。村に隠れないでこっち来てみや。おい、瓦礫を燃やすのやめてほしい。うちの内陸はない。福島の人を助けてほしいと訴えていた文字の人。瓦礫の焼却は支援ではありません。皆さん警察官には触らないでください。逃げてください。危険です。警察に道を開けてあげてください。警察の人は危険です。皆さん逮捕されないように逃げてください。危険な動物たちですから、皆さん注意してください。警察官が柵から出てきたので皆さん下がりましょう。下がりましょう、下がりましょう。あ、暴力警官が戻っていきます。戻っていきます。暴力警官が戻っていきます。暴力を振るう警察官に強く抗議します。ですね、そのまま素直に元に戻るのは潔しとしなかったのか、遥か彼方の方に隠れ去っていきます。あの人どこ行くんですかね。はいはいはい、仲間を返してください。皆さん、やっぱり焼却の危険を、この11月の間 の、 そのデモ抗議を弾圧しに来た警察官 の、 あのマスク着用率、この花区で燃やされたら皆さんだって一番に吸うんじゃないんですか。でもマスクの着用の習慣をつけるのはいいことです。皆さん、私たちが反対してるから焼却が伸びたんですよ。このまま私たちが声を上げなかったらどんな放射性物質が持ち込まれるか分かってるんですか。それをどんどん吸わされるのは私たちであり皆さんなんですよ。そうだ、私たちの声を抑え込んでどんどん放射能を持ってこさせて、それがあなた方の望みなんですか。みんな平等にその空気を吸うんです。そうだ、仲間を返して。みんな吸えば病気になるんです。警察だから吸わないわけじゃありません。警察だから病気にならないわけじゃありません。北九州からも煙が来ているかもしれない。僕はずっと9月半ばから喉が痛いです。北九州で燃やされて健康被害を訴えています。市にも訴えています。環境省にも訴えています。環境省も北九州市も無視しています。安全なものを燃やすと嘘をついています。無視しているからといって健康被害がなくなるんでしょうか。実際になくなっていません。誰もまともに調べようともしません。北九州からの煙を防ぐためだけでもマスクしてる方がいいです。病気になって無視されるのは警察官も一緒なんです。そうだ、仲間が4人逮捕されたことを受けて、私は腹くくりました。大阪府警解体するまで戦います。彼ら散々挑発してきますけども、まあこの10月以来ですね、完全前の不当逮捕以来、私大変もうものすごい怒りで、もうどうしてくれよというぐらいの怒りだったんですけども、この日本有数の犯罪組織大阪府警と戦うためには我々も進化しなければならないと。おかしいことに対しておかしいと抗議の声を上げることがいけないことなんでしょうか。そうした彼らとの
対敵の姿勢の作り方、もっと宣伝させていこうかなと思っています。私たちは真面目に訴えてきました。そうだ、議員にも訴えました。司会にも陳情や請願をしました。そうだ、環境局の職員にも毎日のように会いに行き危険を訴えてきました。環境省にも行きました。どんなに危険を訴えても瓦礫焼却をやめてくれません。私たちをここまで追い詰めたのは行政です。そうだ、おかしいことに対しておかしいと文句を言えば逮捕されるんですか。子どもの命をどうやって守ったらいいのか分かりません。誰が子どもの命を守ってくれるのか分かりません。はい、その通りです。子どもの命を守ろうと声を上げてくれた仲間をあなたたちは次々と逮捕していきます。おだ写真撮影しようとしている人がいますので、ちょっと彼にカメラを変なやつありませんか。ちょっと何が起きた。大丈夫か。出ました。もう一回やったんじゃなくて距離を出ます。大都会も転び工房やるので注意しましょう。大都会に隠れてくる。どんな本気だ。このまま危険だと分かっているのに瓦礫を黙って燃やさせて子供が病気になった時に泣くしかないんでしょうか。泣いても子供の命は戻ってきません。警官が1名を出ていました。内部被爆の危険性というのを理解できていません。ただの通りすがりだったらごめんなさいね。警察が犯罪行為を犯したので抗議をしています。警察の写真撮るんやったらなんぼでも撮ってやって。はい、バカ警察が中の方微妙に人数増えている感じですね。中の方がカメラで撮っておりますが、おかしいことに対しておかしいということがいけないことなんですか。3日も経ったのにあれこの前逮捕された直後から橋本がまた喋り始めてる。だからあいつ多分逮捕されてご中心されてるんですよ。仕事も忙しいんだ。殿、ただ今引っ取られました。言われてるんですよ。仲間を返して、仲間を返してください。そんなわけだ。市民にも訴えてきました。おかしいことに対しておかしいと声を上げることがいけないことなんでしょうか。市民を、まあ、彼らが何をしてほしいかは言ってるのか。そんなにいいのか。次の不当逮捕、当選者が狙ってると思います。市民が反対してくれるのを待っていては瓦礫がもう燃やされてしまった後になってしまうので、私たちはこの花区の説明会に行ったんです。あったかもしれんやで。仲間を返せ。瓦礫が燃やされた後にいくら反対の声が大きくなっても無理なんです。健康被害をみんなが気がついて病気になってから、あの時やっぱりやめてほしかった、反対しようって言ってももう燃やしたものは戻せないんです。逮捕許さないぞ。逮捕許さないぞ。皆さんだって説明会の中見ませんでしたか。外からいましたか。あそこにいた説明会の中の人はみんな反対していました。じゃあ、僕ちょっと何でそこなんで橋本通りの殺人政策を加担するのかっていう話。じゃあちょっと僕、この件に関する声明文を彼らに向けて読み上げたいと思いますので、ご協力お願いします。11月13日この花区のこの花警察署をはじめ大阪府警は何ら悪いことをしていない。何ら悪いことをしていない4人の市民を一方的に拉致し、逮捕と称して今も不当に監禁しております。私たちが何故この花区民センターにいたのか、経緯も含めて警察の皆さんに抗議とともに伝えたいと思います。私たちは
震災瓦礫の広域処理に反対してきました。かつてない原発震災の中でどのように未来を守ればいいのか、大変な被害を受けた被災地の人々をどのように手を取り合っていけばいいのか、広域処理に反対することが本当に正しいのか、共に学び、共に悩み、共に行動してきました。1年を超える運動を経験して私たちは確信をします。広域処理は危険である。広域処理は被災地の支援にならない。広域処理を進めている政府の主張は嘘やごまかしに満ちている。こうした私たちの主張の中には誤りも含まれているかもしれません。しかしだからこそ私たちは政府に対し対話を求め、数多くの質問を投げかけ対話を求めてきました。そうした呼びかけの一切を無視、あるいは拒否してきたのは他ならぬ政府であり橋本市長です。そのような中で11月13日大阪市による東日本大震災により生じた廃棄物の試験処理説明会が行われようとしていました。8月30日の説明会で橋本市長ははっきりとこう言っています。ここは政策について討議する場ではない。決定したことを報告する場である。この説明会の場の議論によって決定が変更されることはない。当然8月30日の説明会が終わって彼らは説明責任を果たしたと一切の批判を無視して、そして質問に答えきれず逃げ出した橋本市長は自分自身の集大を脇に置き、テレビの前で好き勝手なことばかりを言っています。そうした流れの中で11月13日の説明会が終われば、それは説明に対する批判の遺憾にかかわらず試験焼却を実施する、これは説明会ではなく一方的な通告の場に過ぎませんでした。この1年間誠実に対話を求めてきたのは震災瓦礫処理の広域処理に反対してきた市民有志です。その声を無視し拒否し情報を隠し不誠実なことを繰り返してきたのは政府であり橋本市長です。何故私たちが一方的な通告を黙って聞かねばならない理由があるでしょうか。何故私たち自身を子どもたちを大切な未来を傷つけられる、そのことを黙って見ていなければならないでしょうか。11月13日に逮捕された私たちの仲間はただ会場の予定地であったこの花区民センターに集まり抗議の意思表示をしていただけです。実際に逮捕された4人に限って言えば太鼓を打ち鳴らすなどの大騒ぎすらしていません。一人の女性は特に何をするでもなく階段をゆっくりと降りているところを背後から警察に突き飛ばされ地面に転ばされ怪我をしているとの情報もあります。暴力を振るっているのは大阪府警です。どうして開館中の図書館がある公共の建物に入っていた人たちが建造物侵入罪なのでしょうか。どうしてその開館中の図書館のある公共施設に入っていた人を逮捕しようとする警察の不当行為を止めようとしただけの人が公務執行妨害罪に問われるのでしょうか。むしろ大阪府警の振るった暴力こそ傷害罪に問われるべきであり、何ら理由なく職権を行使した大阪府警の警察官こそ職権乱用罪に問われるべきです。会場の警察官による暴力に強く抗議します。同様に大阪府警の暴力をけしかけた大阪市当局並びに橋本市長こそが断罪されるべきでしょう。私たちは11月13日に実施された説明会でなされた一方的な通告に抗議します。その通告を阻止しようとして抗議しただけの人々を暴力をもって制圧した大阪府警、大阪市当局並びに橋本市長に対して抗議します。私たちの未来を奪い去ろうとするこれら全ての暴力をどれ一つとして許さないこと、今後二度と私たちはあなた方のような卑劣な暴力を行使する権力者たちの前に黙り込むことは二度とないということをここに宣言します。11月15日大阪市民下地正樹、皆さんもよく名前知ってますよね。
私は大阪府警がこの間重ねてきた卑劣な行為の数々を目の当たりにし、人間というものに絶望しそうになりました。しかし、あなた方のような凶悪な、そして強大な暴力を行使する卑劣な組織に対しても、共に声を上げようという市民が多数いること、そして皆さんに対する大阪府警の卑劣な行為に対する抗議が全世界に広がりつつあることを目の当たりにし、私たちは人間に希望を持ちます。大阪府警の若い警察官の皆さん、このような卑劣な組織の何ら責任を取ろうとしない管理職のクソったるな警察官たち、大阪府警のトップの連中たちに心まで売り渡すことのないように切に願います。私が教えた学生たちの中にも大阪府警に就職した者がおります。このような卑劣な仕事の片棒を担がされているかと思えば、育てた学生たちをこんな卑劣な組織に送り出したこと、むしろ責任を感じます。私は未来永劫にわたってこのような卑劣な組織がもう二度と生き延びることのないよう徹底的に戦います。卑劣な大阪府警の皆さん、市民の怒りは暴力では消え去ることがないことを初めて学ぶことになるでしょう。私たちは皆さんの暴力に屈することはありません。皆さんが分断し人々を押さえつける暴力を使うなら、私たちはつながり合い理解し合う力によって皆さんに対抗します。覚悟しておいてください。あ、また。